雲読み、ピッチャー武田由美役の前田香織です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。キャッチャー山崎玉木役を演じております天野さとみです。よろしくお願いします。かわいい、かわいい、かわいい。はい、皆さんこんばんは。川口文家役富田美優です。レフトです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。雪大丈夫でしたか？マネージャーの、ね、川口芳乃役、白木奈緒です。よろしくお願いします。はい、というわけでついに始まりました。この番組はいよいよ4月1日水曜日よりテレビ放送がスタートいたします。テレビアニメたもよみ初のニコニコ生放送特番となっております。そうなんです、初なんですね。そしてですね、本日の番組の中にはプレミアム会員限定のコーナーもありますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、テレビアニメ化もね、告知されたのが昨年の7月、そんなに前だったんだ ね、 ね、結構4月まであるなって思ってたのに、あっという間、あと2週間2週間か2週間あ、1週間か、そうそうそう、すごい楽しみだね。そうだね、放送情報とかもいろいろね、公開されていきましたけども、こちらですね、そんな中、まあ、作品のことをまだそんなに実は知らないよって方も実はいらっしゃるかもしれないので、うん、まあ、玉読みってどんな作品なのかなってところも今日はご紹介していただけたらと思います。はい、というわけでみゆちゃん、はい、作品概要を読んでいただけますか？了解です。じゃあスライドをドーン。うん、よ、はい、埼玉県新越谷高校、この春入学した武田由美はそこで幼馴染の山崎玉樹に再会します。中学時代受け止められるキャッチャーがいないために、鋭く変化する魔球を投げられず、野球への気持ちを諦めかけていた由美ちゃん、だが強豪チームで実力を磨いてきた玉樹は由美の変化球を受け止めることができます。そして幼い頃の約束を果たし、再び巡り合った2人はクラスメイトの川口姉妹や仲間たちと共にテーブ中の野球部を復活させます。目指すは全国、新生新越谷高校野球部の挑戦がここから始まる的なストーリーになっております。激アツ、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 激アツストーリーじゃない？全国、全国。てかなんかあれだね、野球っぽい BGM 流れてる、なんか野球っぽい、野球、わかるわかるわかる、なんかわかる、なんかポッポーみたいな、あ、そう、え、なになに、え、どうなの、何も、テープポッ、え、でも野球が好きな、ね、うちのマネージャーが言ってるから多分ほんとほんと、そうなんだよね、カンっぽい、カンガキっぽい感じ、ゆるいな、ゆるいな、すごくゆるい、ゆるい、そうですね。はい、というわけで、まあ、そんな中でいろいろな、ね、質問とかもしながら、作品のことを知っていこうと思うんですが、まあ、まずは欠かせない自分たちのキャラクターについて、話していきたいと思います。はい、ということで、ではまずじゃあ私から、よみちゃんからですね、お願いします。どん、よみちゃんですね。はい、ピッチャーで、なんで急に黙ったのみんなそうなんですね。で、まあ、趣味が投球練習ということで、なかなかあの、ね、そう、すごいね、努力家な子で、まあ、あの、まあ、ざっと言いますと、まあ、鋭く大きく曲がる変化球を武器とする、まあ、新越谷のエースということ で、 で、あの、中学時代は捕手に恵まれてなかったというか、まあ、まあ、取れる球を取れる人がいなくて、まあ、割と孤立してたというかそうそうそうしてたんですけど、まあ、中学までで野球はもう終わりにしようかなって思ってたけど、高校で幼馴染のたまちゃんと再会して、そこで、あの、皆さんと一緒にまた野球の道に進むみたいな感じになってます。そう、いやいい足だね、ねえ、いい足よ、コメントでもさ、いい足なの、そうなの、身長がね、私全然違うんだよね、ゆめちゃんそうだよね、かわりな、センチだっけ、146、あれ、かわいい、かわいいね、16センチ、そう、え、大人とか16、大人とか聞いてならんな。そうなのよ。結構違う。結構違うの。そう。だからね、結構逆にね、たまちゃんと私たちの身長はお互いちょっと逆というか。そうなんですよ。並ぶと役者で言うとね、みたいな感じで。はい。まあそういう感じになっています。じゃあ続いてたまちゃんの紹介しますか。続いて私が演じている山崎たまきちゃんの紹介をしたいと思います。キャッチャー。キャッチャーです。そうですね。なんか結構、お母さんっぽいポジションっていうことを意識して日常とかのセリフはね、言ってました。ヨミちゃんと幼馴染で、
こう冷静な分析力と強気のリードで引っ張っている、うん、女の子です。みんながママだってママミ大事ママ、ね、ママミがねいつも足りなくてママミママミってずっと言われます自分でママミって言ってそう、ね、結構全国大会の出場経験もある女の子です、うんね、すごいね小柄なのにそう、ね、何でもできてそう149センチ何でもできるって感じがする、うんうん、なるほどなるほど感じ、うん、はいじゃあ次私のキャラクターはこちらです。はい川口えぶきちゃんでございます。まあ、吉野の双子のお姉ちゃんなんですけど本格的な野球経験は少ないんですけどすごくセンスとか勘がいい子なのであの他の選手のフォームの真似をしたりとか、そうコピーをできたりとかすごくあの勘のいい女の子で割と新腰の中ではなんだろう、うん、ツッコミ役というか、結構そうそう、ちょっとタラって汗かいてる感じの多かった、ね、汗じろみたいな顔が多かったりとかしたので結構収録の時もあのツッコミっぽくやってくださいっていう風に言ったりとかもしたので、うん、割と、ね、そうそう割とこの新腰のチームを客観的に見てる子かなっていう風に思いますね、うん、なるほど。はい、そんな感じです。しっかりさんね、しっかりさん、うん、あとツインテールが可愛いです。可愛い、ね、本当に、うん、双子でねちゃんと双子でちゃんとさツインテールがピョって出てて、そうそうそうだね、ちょっと似てる、ね、似てますね。じゃあ最後私のキャラクターいきます。はいと、はい、川口よしのちゃんです。ポジションというか、まあ、マネージャーです。身長155センチで双子のいぶきちゃんとは1センチ小さいんです、うん、で誕生日はまあ同じで8月7日で、うん、趣味分析です、うん、でマネージャーっぽい。そうそうね、確かにマネージャーになるべくして生まれてきたみたいな感じがするよね。熱烈な野球ファンで、うん、敵味方問わず選手の能力やデータを知り尽くしている新越谷の頭脳派です、うん、頭脳です。練習のメニューや試合の作戦立案までこなすとかです。そう、ね、とかです。圧がすごいなと思った確かに圧がすごい。そう、ヨシノ演じてる時の、うん、そう、ナオちゃんがね、すごい好き。え、どういうことどういうこと。なんかね、距離感ゼロって感じ、ここら辺に。え、そうやばい。ここら辺に入れてるの。あんまり詳しいことまで全然言えないんだけど、なんかここら辺でね、本来言うとこなんだけど、なんかね、距離感が、そう、確かに。なんだろう、セリフの距離感がここなんだよね。顔面が近すぎて、そうなの、ゼロ距離みたいな。そうなの。あと、ここにいるかなと思ったら下にいたりするよね。急に、カッパスタッフ。だから、他のその部員のメンバーに、吉野がわーって行くのを、割とあの、いぶきがコラコラって止めたりとか、そうそう、ストッパーになってくれたりとかしてますね。めっちゃ面白い。そう、みんなね、すごい個性がとにかく強い、あのメンバーでね、構成されております。はい、ということで、それではですね、たまよみの今キャラクターと作品を、伝えたんですけども、これからは野球のお話をしてみたいと思います。はい、ね、野球、皆さん野球とかは経験とかは。私もいぶきと一緒で、野球初心者で、こうたまよみに、あの関わらせていただいてから結構テレビとかで見るようになったので、絶賛勉強中って感じです。すごいすごい。すっごいさ、めっちゃショートっぽくない、みゆちゃん。あ、わかる、そう、ずっとやってるよ、ずっとやってる。めちゃめちゃショート感あるよね。今日もさ、メイクの時にやっぱみゆちゃんショートだよね。なんだろう、なんかやっぱショートの人ってすごい早いんじゃん、動きがこう取ってパッパッパみたいな、なんかかっこいい感じ、うん、ちょっとイケイケな感じ。まるで言ったら、まるで言ったらイケイケなんだね。そうそう、でもモテる、モテる、ショートはモテるのよ。モテるよ、うん、はい、モテモテよ。そうそうそう、そうです。なんかフォローになってないっぽいけど、フォローみんなね。ちゃんとかね、野球経験、そうだね、ソフトボールを中学校の時に3年間やってて、うんうん、今でもね、あ、でもね、一緒に草野球、あ、そうなんだね、あのね、そう、あのたまにね、皆さんね、キャストのみんなと一緒に野球を、あの、始めまして、もう私も体当たりでゴロ受け取ってます、うん、そう、一回さ、収録の時になんか大技作ってあったよね、あったね、この前の草野球でみたいな、そう、草野球でやっちゃいましたみたいなこと言って、かなりね、私が言うとなんか小学生がなんか草野球やってはしゃいじゃったみたいな感じで頑張ってる頑張ってる。さとちゃんは？私は全然なくて、まずスポーツを人生でしてきた記憶がないなみたいな感じ。ずっとあれだったの、文化部とかだったの？ずっと文化、剣道を
やって1年で辞めて美術部みたいな。辞めてない。辞めてない。もうダメで、もう球技ダメ、本当にダメなんですよ。そうでもね、玉読みに関わらせていただいてから私もテレビとかでね、見たあね、見に行きましたよね。見に行ったの。そうなんだ。野球観戦しに行って。行きました。私初めて、俺あの生まれて初めてだったの実は。私も見に行ったの初めてでした。なんかすごいね、思ったより皆さんすごい、なんていうの、見てる方が自由で。あ、確かになんだ。自由ですごい広いもんね。東京ドームだったら5万人ぐらい入るみたいな感じ感じだよね。だからそうそうね、飲み物買いに行ったり。そう、ね、楽しかった。女の人が可愛かった。あ、可愛かった。女の人可愛かった。あ、ビールの売り子さん。そう、売り子さんが可愛いよね。可愛かった。追いかけてた。追いかけてた。ほっこりそのままでした。勝ちの試合もしっかり見ましたよ。見ましたね。はい、というわけでですね、まあ続いて今見てくださってる皆さんにお伺いしたいんですけども、うん、今年のプロ野球はどこのチームが優勝すると思いますかということですね。まあ、多分ね、野球、まあ、そんな詳しくない方もいるかもしれないんですけど、まあ、そういう方はまあノリというか、まあ、自分はここだみたいな風に選んでもらえたらと、はい、思うんですが、まあ、こちらですね、アンケート機能を使って聞いてみたいと思います。ではいいですか。じゃあまずはじゃあセリーグさん、セリーグから見てみたいと思います。お願いします。どうかな。頼む頼む、セリーグどうなんだろうね、みんな。いや今ね、順位的にはあのオープン戦今やってるんだけど、オープン戦はちょっと今巨人ね、ちょっとあれだけど、でもオープン戦だからまだね、今から巨人もあるから、期待はできる、期待はできるね。あ、でもセリーグの中では今阪神がオープン戦1位、セリーグの中では中ではだけど、どうかな、みんなどうかな、どうかな、みんなね、どうかな。あ、出た。あ、じゃあ結果が出ました。じゃあ、じゃあ結果をじゃあまず見てみたいと思います。お願いします。じゃん。おお、なるほど。惜しい。でも 21% で横浜 DeNA ベイスターズが1位ということですね。優勝予想は。なるほどね。2位が読売ジャイアンツで、3位が広島東洋カープ。おお、なるほど。でもなんかしっかりいい感じにバランスよく、結構いい感じがするね、これね。ヤクルトスワローズもね、うん、いいね。私好きなんです。好きなんです。頑張ってちょっとね。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてパリーグの方を見てみたいと思います。はい、じゃあお願いします。どうかな、みんな。いや、パリーグは去年はソフトバンクホークスがね、優勝して、ここ数年そんな感じかなみたいな。でも今ね、西武もこう競ったりとか、楽天もね頑張ってたりとかね。楽天が今なんかね、そうだよね。どこになるんだろう。パリーグ強いんだよな。では早速また結果が出ましたということで、では見ていきたいと思います。お願いします。ドン。おお、結構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 福岡だから、そう、ね、福岡ソフトバンクホークスが1位で、2位が埼玉西武ライオンズ、3位が楽天だ。おお、なるほど。あ、そういうこと。あ、結構あれですね、あのがっつり、ね、がっつり言われましたね。そうだね。なるほど。なんか最近ね、セリーグは混成とかって言われてて、なんか混雑の混、なんか競ってる、競ってるセリーグみたいな。パリーグはね、結構開きやすいみたいな感じが最近あるから、こんな感じなのかな。どこでも頑張っていただきたいです。本当ですね、これ気になりますね。ということで皆さんありがとうございました。はい、そしてそんな中ですね、今夜限りのなんとニコ生限定の PV が届きました。このニコ生でしか見れない限定、しかも初解禁でございます。素晴らしい。でね、まあ、今後ニコ生限定以外の PV とかも公開される予定なんですけど、まあ、ここだけしか見れない PV みたいな感じなので、ぜひぜひ楽しみに待っていてください。じゃあ皆さん、じゃあではですね、今夜は今日しか見られない映像をみんなで早速見てみたいと思います。それではご覧いただきましょう。どうぞ。あみんなのさ、セリフがバーって出てくるのめっちゃ良かったよね。良かった。いや、良かった。最高。いや、ちょっともう一回見よう。もういいですよね。ちょっと追いつけなかったよ。ね、
自分たち寄りなんか V とかもらえもらって持って帰りたいね。持って帰りたいし、あれだよね、あとエンディングがね、実は最後チラッとチラッと薄く最後あたりに流れてたんですけど、そうあれ実は私たちがね、ね、そうなんです、歌ってたんですよ、歌ってたりとかしまして、難しかったね曲、難しかったね、エンディングで順番に歌ってたじゃないですか、うん、その時にあのエンディング の, あの歌詞を置くところにみんな一人ずつメッセージが、ね、あった、最初レコーディングだった人から次頑張ってねみたいなのがあって、私多分レコーディング一番最後だったから、よし写真を撮ろうって思ったんだけど、その時携帯を壊してたから撮れなかったっていうのは言ってた時に、ね、大丈夫、確か私撮ってた気がする。本当本当、多分遡ればあると思う。あのみゆちゃんのないやつだ。悲しい、ね、でも大丈夫、そうだよ、ね、思い出はあるから大丈夫、そう、でもあれすごい嬉しかった、嬉しかったね、すごいね、パスね、つなげていこうみたいな感じだったよね、ほんとね、野球シーンめっちゃ動いてたね、すごいね、めっちゃ撮ってしかみたいな、すごい臨場感あった、あった、いや、てかめっちゃ滑らかだったし、なんかすごかったね、スリルというか、うん、これ楽しみだね、試合とかもね、あとやっぱり本当に野球しかしてなかったね、本当にでもなんかああいう野球シーンも多分あのオンエアでは劇版が入ったりとかして、多分すごくこう、なんていうの、大きい臨場感のあるものになってると思うから、すごい楽しみですね、はい、楽しみですね、ありがとうございました。はい、ということで PV を見ていろいろ喋りましたけども、本編の内容についてもやっぱ気になりますよね、ということで、うん、まあまりね、あの公開前なんで、まあ、ネタバレしすぎない程度にいろいろと喋っていきたいと思いますけども、なんかね、アフレコ楽しかったね、アフレコ楽しかった、楽しいよね、アフレコね、なんか本当にクラスみたいな感じ、そうそう、学校に通う感じだった、うん、でもあれでもね、本当年齢かも多分みんな近しかったから、そうだ、ねうん、物質みたいだったね、そうそうそう、うん、物質みたい、今日の朝ごはん何食べたみたいな話それ何買ってきたの、唐揚げみたいな、なおちゃん毎日唐揚げ、なおちゃんはずっと唐揚げだから、なおちゃんいつも唐揚げで、いつも野菜スティックで、いつもお寿司なんだ、なんかデジャブかなってくらい、なんか毎週毎週同じ光景を見てて、そうだ、毎週ずっと同じメニューだったもんね、ずっとね、なんかそれがね、安心感がね、あってね、よかったね、あとやっぱさ、あの動いた気になるじゃんか、ずっと野球やってるから、うん、すごいお腹空いてさ、みんなおやつとの往復してたよね、こっちでね、てかすごかったよね、なんかさ収録もさ、やっぱあの、なんかアドリブとかがやっぱ多いから、うん、あのマイクが本当にすごくて、うん、マイク前のなんていうの、攻防が本当野球してるみたいだったというか、うん、確かにカット数も多いし短いから、うんうんうん、すごい入れ違いでさっさって感じだったね、うん、運動だった、あれはもう運動だったね、ハップ横跳びみたいな感じだったから横のマイク行って、次横のマイク行って下がってみたい、いや本当そうだったよね、なんかさ逆にさ、なんかここのシーンはちょっと見どころです、まあ、言い過ぎない程度に、うんうん、なんか あったりする、え私、うん、実はこうレイリサが好きで、おうレイ先輩とリサ先輩という2人の2年生の先輩がいるんですけど、うん、その2人 その過去話みたいなちょろっと出る時があって、うん、2人で話すところがあって、うん、そこがすごい燃える、燃えるし燃える、燃えるし燃える2つの意味で、2つの意味でね、そうね、確かにね、なんかこう2人組やっぱりこうさ、こうなんだろう、近しい関係の深い関係がすごい多くて、なんだろう、みんないいよね、やっぱりなんだろうな、ね、玉読みコンビもすごいやっぱり絆がすごいし、うん、そうだね、そうそうそう、ここも双子だし、うん、あの蓋した時に出る川口姉妹の双子感が私すごい好きで、言いたい言いたい言いたい、一回手をつないで、そう手つないだことがあった、ね、とかなんかね、こう割と2人で部屋で喋るシーンとかもあるんですけど、なんかその他のメンバーとはまた違う、メンバーでいる時とは違ったその双子感、姉妹感がすごい出てるところが端々あったので、なんかそういう細かいところも見てください、見てください、家ってね、なかなかないもんね、他のメンバーだとね、確かになんか野球してやっぱしてることが多いから、うん、ふとなんか、なんだろう、女子高生感が出るとすごいキュンとくるのよ、私、あのテストの話とかね、あーテストの話とか、なんかちょっとみんなで、まあレイクタウンでちょっと行ったりとかね、そうそう、とか、なんかそういう学生らしいなんかシーンとかがちょろちょろ出てくるんですけど、そこがほんとよくて、よかった、だからその野球してる時の臨場感と普段みんなで女の子っぽく話してる時の可愛らしさのギャップがすごく作品としては魅力的なところなのかなって思いますね、確かに、逆にさ、さとちゃんある、うん、ここが好きとかある、あーでも、うん、かおりんの演じるよみちゃんのギャグシーンがどうしても、うん、
やっぱこうずっと、ね、試合してるからこっちもこう張り詰めてやってるところもある中で、うん、こうちょこちょこ差し込まれる、うん、すごい私は癒されて、うん、そうですね、 いいね、そう結構ねたまちゃんはツンとしてるところもあるんですけど、うん、個人的に結構かおりんになんかもう私は確かになってました。なってた。てか、そうなんかね、さとちゃん自身結構なんか最初すごい緊張してて、初めての収録だったので、もうずっとひっついてました横で。そうすごいなんかね、確かに私もなんか 初主演だから、うん、なんだろうでもなんかさとちゃんがすごいひたむきに横でなんだ頑張本当に頑張り屋さんだからね。私も見ててすごいなんかあ前田も頑張らねばと思って。すごいあらあらーって。あらみんな見てて微笑ましかった。みんなちょっとここに壁できたから2人だけの空間みたいな。収録中もやっぱりさ、うん、2人がこう多分緊張しながらも、うん、マイク前に立ってすごい頑張ってるの見て、うん、あらーって確かにお母さんそうだね。そうでもそうだね。あの白木さんの食べてる唐揚げの匂いにも癒されてたんで大丈夫大丈夫そうね、そうだね、その中で食べちゃいけないものだよ、ね、大丈夫です、そんなその急に反省しなくて大丈夫ですよその急にガチトーンで唐揚げとか焼き鳥とかもね、そう、食べてた焼き鳥食べてた焼き鳥食べてたお、ね、おっさんかよと思ってたおっちゃんに言われたら終わるないつもスタジオの前の方 にいただいた差し入れとかがこう置いてあるんだけど、真っ先に奈緒ちゃんがそれを見に行くと行ったよねそうそう今日からそうよみたいなあったあったそんな和気あいあいとした和気あいあいとした現場でございました感じでございます、ね、はい、ということで、まあ、あのですね、まあ、コメントもね、いろいろ来ておりますけどもなんかね、ちょっとあ、唐揚げ好きねとかあー、なるほどね食べ物の罠にかかりそうじゃ食べ物ことばっかりじゃん食べ物、あれこれ野球のあれですよねあれ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 タンパク質は、ね、必要ですかねそうだそうだね居酒屋の話みたいなそうそうすごいさすが白木って書いてあるなんかあれのグルメアニメみたいなことになってるけど確かに高校生高校生でもさみゆちゃんがさタンパク質取るのにさ、うん、鶏肉ずっと食っててそうそうささみサラダチキンそうずっとサラダチキンしか食べてない時期がもっとアスリートかなみたいな本当にアスリート声優みたいな油のないものを食べてるイメージが ね食べてたよね野菜スティックのだってささみですよ野菜スティックはどこの現場で食べどこの現場でも食べてるからなんか割といろんな現場で野菜スティックの女って呼ばれてそうね、あの人参を私によこすんだよそうそうそう人参食べて香り各現場で人参を食べてくれる人を探し歩いてる食べるよ、いいんだそんなことはいいんだよ私の野菜スティック師匠はどうでもいいんですよねえねえ、野球の話全然しないよね確かにはい、ありがとうございますということで、まあ、なんかね、ちょっとお聞きしたいんですけどもみな見てくれてる皆さんは野球の経験とかあったりしますかなんかなんかね、ちょっとそこら辺聞きたいなと思って逆になんかこういうことあったよとか確かなんかこのポジションだったよとかあもしあればあ、結構あるってあ、ある人も、あ、まあない人もいるしあゲームでやったことあるっていう人もねあ、サード守ってた、あ、リトルまでとかあと学生さんは体育の授業でもそっかやりますもんねそっかそっかそっかそうだよねへぇ自打球で骨折高級とかなのかな元高校球児いいなあいいねすごい国際野球の人もいるねへぇ甲子園行ったことある甲子園行ったの誰ですか誰ですかスタッフさんが誰かじゃないのえ、ほんとすごいね現役プロです誰ですか言って言ってガチサインくださいむしろ来てゲストにへぇ今日甲子園住んでます嘘つけおいおい嬉しいことだね、こうやって野球やってくれてる人もね、うん、こうやって見てくれてるのは本当東京、石川県のじゃん、ね、観戦とかはみんなしたことあるのかな、うん、結構やっぱり見る人は多いのかなとなると甲子園の砂なら持ってるってことは、甲子園まで行ってるってことそうだね、ってことすごいよ、すごい甲子園みんな行ってるそうそうみんな、すごいね、これみんな甲子園これは素晴らしいですね古田さん見たことあるって言ってること私たちもある、ね、え始球式しましたわ嘘でしょすごいぞへーあでも結構みんなそうなあプレイしたことありますあるんだそっかそっかあでもライブで行ったりとかそっかそっかそっかあ、なるほ
確かに球場はねライブとかでも使えますからね。メジャーリーガーですって嘘つけ嘘つけ、皆さん本当のことを書いてくださいよ。ミスターの引退試合行ってました。すごい、みんなじゃあ結構ちゃんとしっかり、ね、経験者の人もすごいたくさんいるんだね。でも行ってなくてもね、やっぱりあのちゃんとしっかり見たこともあるよとか、プレイヤでやってたよとかもあるのかな。すごい、そうなんだね。おうおうおう、野球好きな人がねこう見てくださってる、嬉しいことですね。ありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい。というわけでですね、続きましてゲームをしていきたいと思います。さっきねちょっとね野球のことを皆さんにちょっとねお尋ねしたんですけども、こちらなんと野球にまつわるチャレンジを用意しているみたいです。うん、何するのかな。こちらですね、チャレンジコーナーはストラックアウトビンゴです。イエーイ激アツって書いてある。激アツ、激アツ、激アツですね。これから白木さん以外の3人で1球ずつ投げて、そう、見てます。マネージャーちょっとあの一旦見るということでマネージャー一番野球できるのに、もしかしたら野球じゃなくて一旦ちょっと見るということで、そして3人で1球ずつ投げて、縦横斜めのどこかでビンゴを達成できたらクリアということなんですけども、うん、これ結構難しくない？1人かな、1人1球、1人1球だもんね。じゃあ外したら終わる。ってことなんだ。 だから1人1球ってことは1人1人がちゃんと当てる、うん、かつビンゴにならなきゃいけないからね。そうだよね。なるほど。でも相性なんか2枚だけバーンみたいなあ、そう、2枚要は重ねて、要はなんかすごいさ、例えばこの線と線の間とかに、そう、あ、そうそうそう、初めての共同作業ですね。そうそうでも大丈夫、あのスタッフさんのさじ加減らしいからなるほど。え、じゃ角度によってはいける気がする、うん、でも OK。 いける、そうそう、あ、よりちゃんあの球投げればのバーン1回でね、1回で当たるかもしれないあの、し、あの CG 班を呼んでくださってもいいですかね、CG 班の方ははい、というわけでなかなかねちょっと難易度がまあ高いんですけども、これ成功したらなんと番組終了後に第1話を先行上映してくれるそうです。これ当てないと当てないといけない。これできたらやったより、 やらないとやばいやつこれめちゃめちゃプレッシャーがとんでもないことになってるけど、まあ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 ですね。まで、あのこちら最後に終わったら皆さんにアンケートを取って見ても良いかみたいな感じ。あ、もうみんなめちゃめちゃ混乱してますね、はい、混乱してるね。はい、というわけでじゃあやっていきましょう。まあ、でも、はいね、とりあえずもみんなねしっかりもう野球愛はもうバッチリですから。愛は愛はあるので、愛は、はい、じゃあ早速じゃあやっていきたいと思います。じゃあまずは、はい、みえちゃんからお願いします。はい、うん、じゃあ球場に行ってくるよ、みんな頑張って球場に行ってくる。イベキはレフトだからね。そうそうそう、 肩は強いけど、あ、そう、肩は強いけどね、肩は制球力がどうかだね。そうそうそう、かわいい、かわいい、みーちゃん、あれ、腹でやってたから腕は強いかもしれない。あ、そうだよ、だって運動もね、ちゃんとやってるから。そうだよね、ボール速そう、いけるいける。あ、でもほら、みんなほら、ブイブイ、一緒にブイブイってやってくれてる、うんうん、おー、やる気満々、近い近い近い、はい、いろんな人からビジュアルだけで運動ができそうって言われてるんですけど、できないよし、では本当にできないので、よし、じゃあ心の準備はよろしいでしょうか。はい、ではみゆちゃんお願いします。いきます。おー、あー、やったいいよいいよ、やりました。え、素晴らしい。あれはこれは2番ってことで大丈夫ですか。え、でも5番、2番、あ、5やったー、2番、2番、2番なの。まあでも、え、でも難しいとこだね、あれね。2番、2番だって、2番だそうです。じゃあちょっと次の人に託します。でも2番だったら3でも5でも1でも、そうだね。じゃあ次はさとちゃんですね。やったよ。え、あと8でもいいのか。どうしよっか、あれ。そっか、8でもいいんだ。なるほど、まのちゃん頑張れ。じゃあ、うん、5と8らへんを狙った方が率は高い。じゃあ縦でやっていく感じでか。縦目指す。じゃあ5と8で、縦で、縦でいいですかね。じゃあここですね、よろしいですか。頑張れ頑張れ頑張れ。サウスポーなんだよね。そうなんです。いいね、サウスポー。では怖いよ、お願いします。頑張れ、頑張るよ私。ちょっともう一回急に、そんなことある急に。お、あ、古田さん、何も見えてない。古田さん見てますか。古田さん懺悔。古田さん見てますか。大丈夫、大丈夫だよ。拍手は勢いは良かったからね。勢いは良かった。
でもね、まあどうなるか分かんないから、まあ、アンケートに隠されてみたとこありますからね。え、2枚抜けばね。そう、2枚、私が、そう、私が2枚抜けばいいんだよな。5と8の間とか、バンって5と8の間、すごいピンポイントピッチャーだから。目指すは、5と8の間を2枚抜きしたいなって思ってるので、頑張ります。エースとしてお願いします。頑張ります。じゃあ、いきます。うー、怖えな、怖えな。頑張れ頑張れ。あれだもんね。よし、よし、かっこいい、かっこいい。ワインドアップだ。あー、嘘でしょ。あー、嘘やろ。いや、でもいい球だよね。あんなのバッターも打てないしさ、いい球だったよ。クレタさん、すいませんでした。みんなクレタさんに謝るやつなの、これ。投げ方がもう本当にかっこいい。ね、かっこよかった。いい、見たの、持ってきちゃったんだけど。持ってきちゃったんだけど、やりきちゃうのか、ここに置いとこう。はい、というわけなんですけれども、これは、まあ、ビンゴできてないので、泣きの一球で、じゃあマネージャー。え、いや、5と8の間しかない。まあ、じゃあ、本当にもう一周いきます。それか。はい、とりあえず、じゃあ5と8にかけよう。5と8。ここでじゃあ2枚抜き。ちょ、前失礼します。になれば、良い感じですね。いや、マネージャーだよ。がリレーされてか。マネージャーあったよ。うん、すごい、これ、なおちゃんへのプレッシャーがすごい。頑張ります。お願いします。いけー。では、お願いします。はい、私もワインドアップでいこう。よいしょ。うん、あー、衝撃で私のが落ちたの。嘘でしょ。なんかさ、ほら、見た感じさ、めっちゃ揃ってるみたいな感じになってるよ。しかも音がすごかった。すごい。じゃあこれは成功か失敗かで言うと成功。いやー、いいですね。今7層ですね、成功した。もう一回やってます。あ、じゃあもう一回やろう。PV を流すことはもう PV じゃない、一応流すことはもう確定で、じゃあもう一回、じゃあ、じゃあなんかさ、そうだね、チャレンジだね、チャレンジしてやっぱスキル上げていかなきゃだから、うん、じゃあもう一度みゆちゃんからしますかね。はい、上げます。これさ、逆にさ、もうさ、全部制覇したくない、これなんか全部全部制覇したい。そんな。でもとりあえず真ん中狙いたいね。5、真ん中5当てちゃえば5楽になる気がする。なるほど、じゃあいきます。頑張れ。いえ、ドキドキ。結構遠い、結構遠いんですよ。そうなのよ、うん、そうなのよね。確かに。では、お願いします。あー、肩が強すぎた。肩が強すぎたね。いやはい、クッキーはよ。ナイスナイス。不正はなかった。ずるいずるい。不正はなかった。じゃあ、さとちゃん、一応しょう。ちょっと魔球だったね。魔球すぎて、ちょっとあの、違うよ、みんなの目には見えなかった。そう、見えなかった。消える魔球だったのよ、今。消える負けだった。いや、すごかったな。頑張れ。いけ。でもちょっと古田さんに目を挽回してくれちゃった。一回はやり、ちゃんと当てたい。では、お願いします。あ、そう、ない。古田さん、古田さん。あ、そうね。嘘でしょ、嘘でしょ。え、まさかのつかないっていう。そんなことある。やばい。いや、もうね、やっぱこれ、いや、すごい、今度こそジャンプ投げたいんだよな。ちゃんとみんな不正するやつじゃないよ。みんな、まあでも時間あるからね、ちょっと練習、練習でね、ちゃんとやりたいと思います。いきますよ。練習の成果を。ふん。おー、すごい、すごい、すごい。しかも間2枚抜き、間2枚抜き来た。素晴らしい。でも今じゃないんだよな。確かに今じゃないんだよ。ゴー空いてるしな。そうなの、そうなの。いや、なおちゃん行こうよ。え、最後なおちゃん。いや、あれって終わりが一番綺麗じゃない？私、うん、そうだね。あれ以上のやつもう出ないじゃん。確かに確かに。でも、もう4、7、8の間を狙うとか、うんうん、もう3つ行っちゃう、うん、え、どこって言った？4と7と8の間。いや、わかりました。なんか綺麗な感じでリンゴ行っちゃおう。はい、よっしゃ。やっぱさっきのが最後でよかったよ。さっきので終わりがよかった。あ、ごめんね、めっちゃ飛んでっちゃった。いや、いいね。なんかでもいいね、あの、なんだろう、
ろうね、玉美チーム本番に強いんだか弱いんだかちょっと、ね、分からないかもしれないでも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 いいんじゃないですか、いい感じだった。でもね、チャレンジ自体は成功なので、はい、見事これは私たちは第1話を見れますよかったということで、ちょっとありがとうございます。覚えてよかったよかった、うん、よしよし、はい、というわけで、というわけでですね、第1話を上映することの OK がもらいましたということで、うん、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。温かい時間だったね、すごい。まとめるとありがとうございました。はい、というわけでその前にですね、まあ、まず玉読みの告知コーナーをさせていただきたいと思います。まずは気になる放送情報の確認です。ATX さんで4月1日より毎週水曜日22時から、ABC テレビ4月1日水曜より毎週水曜日26時41分から、東京 MX 4月2日木曜より毎週木曜日23時30分から、そしてメーテレ4月4日土曜日より毎週土曜日の26時42分から、そして KBC 九州朝日放送にて4月8日水曜日より毎週水曜日25時45分から、そして NCC 長崎文化放送4月23日木曜日より毎週木曜日の25時54分からという風になっております。その他ニコニコ動画さんを含めた各種配信サイトでも配信、配信予定となっております。ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、続いてオープニングエンディング情報です。本日の上映では全部はお聞かせすることができませんでしたが、玉読みのオープニングはなほさんが歌うネバーレット融合、エンディングは私たち新越谷高校女子野球部が歌うプラスマイナスゼロの法則となってます。作詞作曲はビジュアルアーツの前田純さんが担当されます。 CD 商品も5月の27日に発売が決定しているので、ぜひチェックしてください。はい、続いて原作情報です。漫画タイムキララフォワードで絶賛連載中の原作玉読み1巻から6巻は絶賛発売中となっております。そして最新巻の7巻は4月10日に発売予定ですので、こちらもぜひチェックしてください。はい、そして最後に特番情報です。放送直前の3月29日にニコニコ生放送さんにて玉読みの1話から3話の先行上映会も予定しています。詳細は公式ツイッター公式サイトをご覧くださいとのことで、わー、はい、ありがとうございました。はい、というわけで早いもので、え、あ、あ、あ、大丈夫ですか、天の声が聞こえた。はい、この音楽もしやまさか今かかっているこれは、これは、あれはあれかな、何色なのかな。はいはい、まあね、どうでした、いっぱいね、たくさんコメント送ってくださってありがとうございました。なんかね、いっぱいコメントしてくれて、せっかくだからちょっとコメントも拾ってみようか。うん、見てみましょう。そうね、そうね、このインストは、そうなんです、こちらね、前田純さんが作詞作曲をされていて、すごいね、なんかね、やっぱり野球といえば前田さんっていう感じも私もすごくあったから。あ、白菊ちゃんも好きでって書いてあった。白菊かわいいよ、かわいいよね、あのお茶の飲み方見てたわ、わかった、わかるわかる、あの打つ瞬間もすごい好きだよ。うん、あー、うん、いいね、とね、そうそうそう、ねえ、期待してるって。そうね、またね、レイクタウンでもまたねイベントとかもしたいし、したいですよ、うん、したいしたい、ね、楽しみです、楽しみだな。いやー、カオリー筋良かったって。あ、ほんと、うん、よかった。え、かっこいいよね、今日ブーツでさ、うん、なんかシュッとしてんだよね、そう、ジーパンも今日かっこいい、ちょっと身長持ってるよね言えない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 、言わなければバレなかった、言わなければバレなかった、そうなの、かっこよかった。でもなんかね、やっぱね、野球ちゃんとやるようになってから、なおちゃんにもすごい教えてもらってて、なんかね、結構届くようになってきた。ね、ほんとにさ、どんどんさ、なんか遠投しよっかってなるときにさ、めっちゃ離れるやんってそう、めっちゃ離れるやんってなって、で、え、今どこまで届くかな、だいたい、まあさすがに塁間は届くんだけど、塁間届くね、ただファーストからサードはちょっと届かないかな。でもかなりだよね、もうちゃんと届くようになって、鋭い球もね、投げれるようになってきたし、そうなの、なんか読みちゃうみたいな確かに、そうなの、そうなの、打つのもね、すごい、うん、上手くなって、どんどん、どんどん上手くなっていくから頑張らなきゃ頑張らなきゃ、え、また行きましょう、行きましょう、うち行こう、みんなでバッティングセンターとかね、行こうよ、行こうよ、そうそうそう、はい、というわけで、大丈夫かな、うん、行っちゃって大丈夫かな、うん、うん、いいのかな、
ちょっと最後に、最後にじゃあ挨拶というか、そうですね、はい、ということでじゃあ挨拶を、一言ずつ言ってみたいと思います。ではなおちゃんからお願いします。はい、今初めてのこのニコ生特番ってことだったんですけど、だからすごいちょっとドキドキしてたんですけど、こうコメントとかもねすごい温かくて、いやいろんな人がこう期待してこう見てくれてるんだなっていうのですごいほっこりしたし、これから もっともっと盛り上げていかなきゃなって思いました。皆さんこれからよろしくお願いします。ありがとうございました。みーちゃん、はい、改めまして川口武器役の富田美優です。皆さん今日は見てくださってありがとうございます。このガヤは何なんだろう。じゃあまあね、ショートって言われてますけど、私もこの作品を機にもっともっと野球のこと大好きになれたらいいななんていう風に思いますので、ぜひ野球をやってる方も、これから玉読みを機に野球に触れるよっていう方も一緒に楽しめるような作品になっていると思いますので、ぜひ応援楽しみにしててください。よろしくお願いします。はい、改めまして山崎玉木役の天野さとみです。美人いやーでもほんと、いやー PV 流せてよかった、ね、いやよかったですね。でもね、私たちもね見れてこう改めてこう作品に関われてよかったなって思ったしね、野球、そうなんか私はこうなかなか人生で野球に関わってくることはなかったんですけど、やっぱこの作品で野球の面白さだったりなんか楽しさだったり、自分でやることの楽しさもちょっと下手なんですけど知れたので、ぜひ、ね、野球好きな人はもっと好きになってほしいし、野球を知らない人もこの作品で勉強一緒にしてほしいです。ぜひ楽しみにしてください。お願いします。じゃあ最後にかおりん、はい、改めまして武田由美役の前田香織です。皆さん見てくださって本当にありがとうございました。なんかねやっぱり、まあ、初めての玉読みでは初めての生放送だったんですけど、まあ、すごい和気あいあいとした雰囲気で、やっぱりこのチーム感がなんかやっぱ作品もすごく良くなるきっかけというか、やっぱ良くなってるし、そうだね、なんだろう、やっぱこのチーム感がすごい私心地よくて、またねいろいろゲームとかもさせてもらったんですけど、いや悔しかったな、1球目な。でも最後当たったね。そう、うんうん、最後しっかり決めれたから良かったです。というわけで、まあ、これから、まあ、エースとしてもこれからも玉読みを引っ張っていけたらいいなと思いますし、また4月からのアニメ言うて残りね、もう少しでオンエアが始まりますので、皆さんぜひぜひ、楽しみにしてもらえたらと思います。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでぜひとも玉読みを今後ともよろしくお願いいたします。これからですね、15分間ニコニコプレミアム会員さん向けのコーナーを挟んでから、そしてですね約15分後に、第1話を上映いたします。でこちらですね、第1話はご覧になられている番組ページではなく、運営コメントで表示されている番組ページで上映いたします。もちろんどなた様でも視聴できますので、一般会員の方は、まあ、一足先にそちらで待機していてもいいのかなとも思いますけどもね。はい、ということで1話は、まあ、タイムシフトがないので、そう、今見逃すと見れませんのでご注意ください。見るしかないですね。みんな見るんだ、うん、みんな見るんだ。はい、はい、じゃあ最後にみんなでバイバイで締めましょうかね。それでは皆さん、バイバイ。